この2つとも私の誕生日プレゼントなの。自分で読めない。ホットアイケーマスク、すごいわ。まずこれが1個と、2個目が、ん？え？あ、すごい！すごい！バンカラジオのマークがある。すごい手作り人形だわ、これ。誰これ？誰かしらね。誰だろう、これ。これ誰？もともとある人形なのかしら。もともとの人形につけて。え？でもこれ手作りじゃない？手作り人形だわ、これ。え、本当に言ってるぞ。え？これ聞いたですよ。そうでしょ。え？え？これ聞いた？これ自分だよ。いやいやいや。え？今俺ら、振りで今そう。あ、そういうこと？君だよ、絶対。手作りなのかなとかじゃないよ。どう考えても。自分だから。なるほどね。この格好の人いなかったかと思って。すぐ分かりましたよ、僕は。もう一瞬でしょ、分かりましたよ。髪型も俺っぽいしね。すいません、だって、聞いたじゃなかったら誰なんですかね。これだって。え、これ結構クオリティ高いね。ちょっと飾らせてもらいます。が2個目キクライマスク。おお、待って、俺これ、何それ。これ俺持ってたやつじゃない？え、持ってた。俺が昔これ使ってたやつ。これビデ版にある商品ですね。じゃあそれを知ってたんじゃない？知ってた。それ怖い。それ怖い。プライベート、俺がプライベートで使ってる。ありがとう、嬉しいわ。あ、この子知ってる。このね、レーナちゃんっていう、インスタでね、めっちゃメッセージくれるね。女の子ですね。結構ね、僕インスタでインスタライブしてるんでね、コメントしてくれるとね、覚えるんですよ、名前。あ、すごい、これ読んでいいんですか？どうぞ。誕生日おめでとうございます。祝24歳、同い年終わっちゃいました。ミニキータくんを作ってみたんです。これやっぱキータくん。いやいや、全然気づいてなかったじゃないですか。いや、でもやっぱ確かにキータだ。いや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 、しなじらしい。お父さん、やばいや、ひどいわ。失礼だな。違う違う違う、マンカラジオのグッズが欲しすぎて自分で作っちゃいました。あ、グッズ欲しいんだってね、やっぱ。じゃあ次行きますか。はい。ちょっと、お前さ、失礼。いやいやいや、やめてやめて。座れないよ、落ちちゃうんだって。やばいよ、マジでやってること。まあまあ、でも聞いたと思ってやった。いやいやいや、ちょっとやばい。ちょっと違う。俺だと思ってやんない、そもそも。お、元いっぱいある。開封してみます。お、ハンドタオル。かっこいいハンドタオルいただきました。ありがとうございます。なんかもう一個入ってるんですよ。手紙が入ってますね。お姫様のコントでしたって書いてあるよ。おぉ。眠れる森の娘。問題作。一番伸びなかったやつ。不眠が極限を超えていた頃、私も口から火が出るほど喋りが止まらなくて共感してしまいました。俺の火が出るところに共感したらしい。共感ファイヤーのところに。キータくんの癒しスマイルで50万人いけるといいね。いや、嬉しいですね。で、なんか、なんだろうね。あ、ブレスレット。おー、おしゃれなブレスレットいただきました。ファッションに合わせてつけたいと思います。ありがとうございます。じいじい。ということで、以上でプレゼント開封終わりました。はい。誕生日祝ってくれてありがとうございました。いつでもハッピー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 みんなで make a good ride。洗濯物みたいなワイナハッテ。なみんなに息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナハッテ。